SWS の名盤スイス車両エレベーター製造者は、スイスのチ中リヒシュ,ーシュリーレンを本拠としていた、鉄道車両メーカーである。略称は、SWS で、ローカルな交互表現では、和義とも呼ばれる。1895年に、ファーマ・ゲイスバーガーシーとして設立され、シュリーレン駅の近くに、車両工場を開設したのが始まりである。百九十九年からは、 シュワイズリシュバーゲン、ウントワゲンスファブリックエイジーと社名を変更し、チューリヒに本社を置いたが、本社は1年後にシュリーレンに移転している。1901年に再度社名を解消し、シュワイズリシュワゲンゼファブリックエイジーインシュリーレン、チューリヒになる。1903年に新しく設立されたスイス連邦鉄道から客車の注文を受け、1906年には約1000両、 1909年には、約2000両に達する SBB 向けの鉄道車両を、納入した。1917年に、ウフズージア、ウントラダーファブリック税バッハ AG から、エレベーター事業を引き継ぎ、社名を、シュワイズリシュワゲンス、ウントウフズージアファブリック AG、シュリーレンチューリッヒに変更した。1956年に、エレベーターと車両の製造を行っていた。 シンドラーグループの当時の親会社であったパウスフィナンズエジーに30%の株式が買い占められたことが明らかになった。これにより和ギは1960年には完全にシンドラーグループの一部として引き継がれることになる。1980年から1981年にかけてはスイスの鉄道車両メーカーの再編が進み SWS はエレベーターの標準ドアと 標準キャビンの部品の製造、並びに改造や検査を専門とするようになった。しかし、1983年には、シンドラーが SWS を閉鎖することを発表し、1985年8月の終わりに、従業員と地域住民の大声の抗議の下で和議の閉鎖が実行された。工場敷地は短期間のうちに、さらちとなり、新聞、 ネウエンツア社タイトゥングの新しい印刷所の大きなビルが建設され、その他のビルには多くのニュービジネスの小企業が入居した。近畿車両製手リー式台車、西武鉄道 E51 系電気機関車日本の鉄道向けの製品には、1920年代に製造されたブラウンボベリの電気機関車や電動機と台車のセットがある。これ以後は、 日本の鉄道も国産化の時代に入り、製品の輸入は途絶えたが、第二次世界大戦後の1950年代の、初めに、近畿車両が SWS と技術提携し、いわゆる、シュリーレン式台車と呼ばれる、遠筒案内式軸箱指示装置や、サッシレスのバランサー付加工など、順調格構造の軽量車体技術などが、日本の鉄道にも普及するようになった。 ありがとうございます。